アマゾンファイヤータブレット大好き YouTuber サトチュンでございます、今回はですねちょっと面白いアイテムをゲットしましたのでご紹介したいと思います。あ、これダダダダン、ファイヤー HD8 ショーモードドッグというやつです。はい、これはね何かっていうと、このね、まあ、おなじみ、まあ、Amazon Fire HD8 に、まあ、取り付けるためのデバイスなんだけど、何をするものかっつったらね、はい、こちら Alexa でおなじみこちらですね、Amazon Echo のディスプレイ付きのモデル、Echo Show の機能をですね、まあ、こちらの Fire タブレットで実現するためのアダプターなんですよ。早速ですね、中身がどんなものかっていうのをね、今からご紹介していきます。ですね、ちょっと箱開けて準備してるんだけど、本体の内容はですね、まず、これですね、まあ、こちらが本体になります。こんな感じの薄っぺらいやつ。はい。それと、このプラスチックのカバー。これタブレットにくっつける背面カバーですね。はい、それと、あとは AC アダプターと USB。ケーブル、マイクロ USB ですね。はい、これ以上となってますね。で、まあどういう風に使うのかと言いますとですね、はい、まずはこちらの Fire HD8、これにですね、このバックカバーを取り付けるんですけれども、この、まあ、カメラ穴がここにあるから、まあ、ここを合わせてね、カメラ穴、あ、どこだカメラ穴、あ、ここだ、はい、こことここを、まあ、こうやって合わせてですね、はい、で、ここのね、コード、この白いところがまあコードになってて、こっちピヨンと伸びるんですよ。ここにドッキング、ちょっと待ってね、くっつけ、パチコーンとくっつけてね、パチコーンとくっつけて、こうやってドッキングするわけですね。はい。ここをカシャンコと入れます。はい。こうするとね、もうなんていうのかな、まあ、スピーカー、専用だからね、もちろんこのスピーカーの抜け穴もちゃんとついてるし、まあ、カメラもちょうどここに穴が来るよというふうになってます。スイッチ入りは当然ね、まあ、普通に使えるようになってます。はい、でこれをですねここにドッキングさせるわけですよ。このショードックここにね充電端子がまあここ2つついてまして、はい、ここにもまあ端子がついてると、ここからねマイクロ USB くっつけましたけど、それがここにつながってて、ここのドックとね接続することで充電が開始されるようになります。はい、これがねマグネット固定なんで、ただこれほらただこれわかる、この J の字みたいな感じになってるだけで、ここをねパカンと置くだけで、まあ、くっつくわけですよ。マグネットの力でね、ちょっとこう、まあ、こうフレキシブルに動くんだけど、マグネットでカッカッとくっつくんですよ。カッつって、はい、これで接続するようになってます。で、電源の方はですね、この後どう入れるかというと、ここのね、裏側にマイクロ USB 端子がくっついてるんですよ。はい。なので、こちらの線を、ここにくっつけると。あ、逆？合ってるね。はい、こっちこっちこっち。はい。ここにくっつけるというわけで、はい、カシャーンとくっついた。あとはね、これがまあキックスタンドになってますんで、こんな感じで開くわけですよ。ギューッと。でね、このキックスタンドは、もうかなり硬いです。かなり硬くて、で、角度もね、無段階に調整できるようになってますね。はい、こんな感じで。こんな感じで動きます。はい。だからかなり寝かしてもね、使うことができます。十分ね、なんていうの、タッチパネルで触っても、まあ、倒れないような設計になってますね。早速ね、ショードック使っていきたいと思います。まずはですね、このね、カバー、ここの端子がある部分を、ここに合わせておきます。マグネットでくっつくんでね、そのままポンと置くだけで接続できますね。で、そうするとね、まあ、こちら、充電アダプターが、返してますので、あ、ちょっと待ってよ。はい、ごめんなさい。よいしょ。ここほら、充電されてますよという表示が出てます。これちょっと浮かしてみますね。そうすると、
はい、これで充電が終わります。で、置くと、充電が開始されると。いうような感じになってましてね。まあ、あのね、まあ、通常通り、マイクロ USB コネクタを挿して充電するよりも簡単です。はい。もうここにこうマグネットの力に合わせてポンと置くだけで開始されますので、まあね、充電専用ドックとして考えてもいいのかなと思います。先ほどもね、ちょっと説明しましたけれども、この後ろのですね、このキックスタンドの部分ですね。これが角度がね、自由に無段階に変えられるわけですよ。はい。こうやってまあ立ててね、まあ使って、まあ映画を見るのに使ったりとか、あとはね、この角度でも寝かして使うことができるんですね。はい。これでまあどんな使い方ができるかと言いますと、はい、このようにですね、ソフトウェアキーボードを使っての文字打ち。これがね、すごく使いやすいんですよ。試しに、文字入力してみると。はい。確定。はい。こういう風にですね、非常に角度が打ちやすいです。まあね、これくらい使いやすければ、ソフトウェアキーボード、まあだけでも十分じゃないかなと思います。別売りのね、Bluetooth キーボードとか使って接続するよりも、まあ手軽でパッと使えるし、まあこういうふうにね、この角度だったらね、すごく入力がしやすくなるので、まあこういう使い方もありじゃないかなと思います。はい、そんなわけでね、こちらのショードックなんですけれども、アメリカのね、Amazon で、$34.99 と、で売っております。日本円にするとね、大体3900円ぐらい、まあ、4000円を切るぐらいの金額になるんじゃないのかなと思うんですけれども、今現在ですね、残念ながらこれ、日本にはこのね、ショーモードっていうのは対応してなくて、現状これは まだAmazon Echo としての機能は、まあ、できておりません。ただですね、このアカウント入るときにアメリカでね、アカウントを取得すれば、とりあえず仮に使うことができます。そうするとですね、ここのこうなんていうスワイプしてくる、この出てくる設定画面、ここにですね、ショーモードのトログスイッチが出てくるんで、それをオンにすると、まあ、Amazon Echo としての機能を使うことができますね。ただ、まだ現在はね、英語しか対応してません。はい。一応、国内でも使えるは使えるんだけども、まあ、日本語がね、まだ未対応ということで、まあ、これがこれから先、日本にもね、導入されるんじゃないのかなと思います。はい。一応ですね、こちら、Fire HD8 の他にも、Fire HD10 にも対応した消毒があります。ただね、Fire 7用は残念ながらないそうですね。はい。なんでね、まあ、ディスプレイ機能付きの、Amazon Echo と、まあ、ほぼ同等の機能が使えるということになるのが特徴でですね、まあ、大体この本体が、まあ、4000を切るぐらいの金額。すでにですね、タブレット持っている方、がですね、Amazon Echo の機能を使いたいという方にとってはね、非常に便利じゃないかなと思います。で、それだけじゃなくてもね、まあ、充電専用のドックとして、まあ、使うというのもありかもしれません。俺、これだけでもね、結構価値があるんじゃないかなと思います。まあ、コネクターでつなげるよりもすごく簡単ですからね、乗っけるだけで OK と。で、あとはやっぱりそのキーボードを打つ時のスタンドとして使うにも結構秀逸なんですよ。これ結構ね、本体重量が重くてですね、安定感がある。まあ、普通のね、単なるスタンドと比べると、まあ、その辺がね、まあ、使い勝手がいいポイントで、このあたりがね、まあ、とりあえずその日本はまだ未対応だけども、まあ、使う価値があるのかなと思います。金額的にもそんなに高くないですからね。で、まあ、後々対応するであろう、時にね、まあ、Amazon Echo としての機能を使えればいいんじゃないかなと思います。まあ、タブレット本体8980円。それから、ま、これからで4000円ぐらい。で、合計するとどれぐらい ?13000 円ぐらいの出費になるかなと思いますけれども。まあ、ね、ディスプレイ付きの Amazon Echo にしたって、まあ、結構なお値段がすると。で、なおかつね、通常はこれタブレットとして使うことができるので、このショードックの価値っていうのはそれなりにあるのかなと、僕もね、思いましたね。はい。
これからね、またちょっとしばらく使ってみて、またね、気づいたことがあったらね、また動画にしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい。で、今回はですね、こちらのショーモードドック、YouTuber のね、レガリアさんからお借りしました。僕はね、普段からFire HD8 使ってますから、ぜひね、活用してみてくださいということでね、ありがたくちょっとしばらくお借りしてますけれどもね、本当に今回の動画にご協力いただいてありがとうございました。この動画がね、役に立ったなと思ったら、ぜひね、チャンネル登録して、よろしくお願いします。サトチューンでした。また次の動画でお会いしましょう。